よしやっていきましょう。最古のストカということで、前回はこのねヤンデレモードのバッドとグッドやっていったんですけど、今回は多分ノーマルかな、ノーマルのグッドエンド、そしてもう一つある、まあ、とりあえずね今回はグッドとバッドのエンディングを見てみたいと思います。なんかいろいろ変わってそうだね。ただ難しくなってそう。ということで、ハードだとあれだから次回ハードやろう。ということでプレイ。あ、イントロちょっと変わってるか見てみようか。出た。はぁ、先輩。あ、変わんないね、あんまり。やっと起きた。あれ、ちょっと変わった？大丈夫そうでよかった。はぁ、先輩。もしかしたら、薬で殺しちゃった。かと思ったけど、あ、ちょっと違う。大丈夫みたいだね。違うよね、ちょっと。本当によかった。傷つけたりしないよ。でも彼はいい子にしたら彼は出てくないよ。彼っていうのはねえ先輩、ヤンデレモードの主人公だったよね。あなたが好きだから。好きだから先輩、逃げ捨てたらどうする。他の人ができたらどうする。許さない。あ、怖い。絶対許さない。だから、右手なんすか。彼を挑発しようしようよ。彼を出て。危ないよ、刺さっちゃうよ。うざぁ。うざぁ。あ、出た。目が光ったよ。お久しぶりね。俺がいなくて、俺が寂しい。ちょっと変わったのかな、この、うん。素敵な、なんか、話だし。二重人格みたいな感じ？遊ぶのが大好きだって舌を見るでやろう。うわ、君と話し合った男の子許してたいわかんない。怖いよ。それがね、大丈夫、ヤンデレモードの主人公だった。そのとこの子の生首よ。生首。うちがある。ここで私は待ってます。待ってます。来るぞ。で、なんとか自力でこう、うん、動いて、なんとか知りました。前回の僕知りました。これなんだろう。あ、すごい、こういうのなんか変わった。で、これね、ここにまた校長室の鍵があるんで、どこだ、ここがね、うん、開いてないんだよ。あったー。うん、校長室の鍵じゃない、ここに、あれか、学校の入り口の玄関の入り口がある。あ、で、これは多分薬で、これなんだろう。お、何？ページを入手できるようになりました。あー、前回あったよね、あのなんか絵みたいなやつあったよね。うん、あー、そういうやつあるんだ。これを集めていくんで、ちょっとこれ邪魔だけどしまえないから、まあこのままちょっと行こうか。いる？ちょっと暗いけど。開かない。あ、やばい。やばい。今来たね。ちょっと上行けるかやってみよう。あ、来てる来てる来てる。暗い。
くくくくく、くらいよ。でもすごいな、いいな。来てるよ。いやこの屋上とか行きたい。来てる来てる。今足音消してる。2階に行ってくれ、そのまま。来てる。開けないでくれ。今来てるよ。うわあ。申し訳、申し訳ないです。ちょっとどけて、どけてくれ。ちょっと。やべ。これを受け入れてください、先輩。はい。何くれんの？ありがとう先輩。ありがとう。心配しないで。今目が光ってないからヤンデレちゃんみたいな感じなんだ。大丈夫だね。こんにちは。そのネギをちょうだい。ええ？これ？あ、手に入れて、はい。あげる。許さない。はい。なんでそのことをする。うわっ、なぜ逃げ逃げ逃げる。なんすか、なぜあげたら。で、来るぞ。なんかあげると反応するね。ってかあげれるようになったね。やべ、今靴あったな。もうちょっとやろう。なるほど、そうやって集めていくんだな。これもそうだ。ページ4。これを全部集めるとどうなるんだろう。ここは関係ないか。まあ、とりあえずちょっと鍵探していきます。本当に逃げれると思っていたな。思ってはいないけども、まずは鍵、鍵どこだ。あった。 D2 で、ちょっとこれをメモんないといけないんですよ毎回。まあ、教室に鍵が隠されてて、でその鍵を使って教室を開けていくんだけど、掲示板に番号が書かれてるんで、それをメモっていくんですよ。だけど今は暗くて見えないから。危な、今見つかってないかな。入ってこないでね。今ジャンプしてきたな。あ、やばい。やばいな。もう35だ。一旦バッドエンドでもいいよ。やべえ。D2D2。ここ A2。で、ちょっと足を、今足音を。いやーでも35だからこれ最初からやった方がいいな。バッドエンドを目指すっていうのもいいね。で、教室だけじゃなくて他の場所にもある。ここ何があるんだ。あ、これあるね。あ、落としてる。え、俺どこで落とした。あの、あれか、見つかった時か。ああ、あれかもしんない。全部のページを見つけて、なんかクリアとかすると、別なエンディングになるかもしんないから、次回やろうか。うん。一旦ホール A 全部見よう。これ何？これ罠じゃない？今見えたよ。罠が追加されてる。これノーマルだよ。これやばいよね。これ、あれでしょ？毒ガスでしょ？ここ先。やべえ、これどうやってさ罠解除するんだろう。
機後にしよう。D1 しよう。マジか。なんか罠食らったよ。どういうことだ。あ、罠してあるよ。マジか、やばい。めまいがしてきたっていう。やめてくれ。うん。罠がある。罠はどうやって。ゴー。どうした、ゴーって。ゴーってなんすか。めまい、これもう行く。あ、ダメだ。ダメなんだ。これはもう避けれない。あ、しゃがんでいけばいけるかもしんない。あ、寝ちゃう。ダメだ、これバッテンドだ。あ、でも一応逃げれる。パンチ見せそう。寝てる。あー、もうダメかと思った。寝てるじゃん。ちょっともう一回。まただ、見えてね。ダメだ。なんかノーマルなら難しい。で、ちょっとこれを、あ、しゃがんでいけば OK。 うん、ただまた眠くなってる。しゃがんでいく。オッケーオッケー。あのガラスみたいな感じだ。こうやって。で、今俺裸足。寝るね。で、あ、ダメだ。はい、死にました。これバットだな。なぜ私を待っていなかったのですか。とても悔しいです、先輩。悔しいです。うおお、振り向きざま。首刈り。いや、しかもこっち見てるよ。あー、バッテンド。よー、じゃあちょっとやっていこう。うん、じゃあ今度はちょっと本気出します。イントラ見たんで OK。 そしたらまずはないね。で、これはちょっと今はいいや。うん、ちょっと後に。今回はちょっとバッドエンドとグッドエンドを見よう。で、ここもう一回最初から探さないといけなくなっちゃった。多分罠があるからちょっと気をつけないといけない。あの、見えない、暗くて。あ、来てる。ってなんですか。ここやって、ここはないね。で、靴もね、あるんだよ。あったあった。これか、これを履くと、うん、あ、音出てしまうんだって。確かに音出てるわ。そうだね。まあでもとりあえずここ、これはあれね。うわ、いた。とりあえず保健室 OK。 どっちがいいんだろう。靴やばいな。走ったらバレるんだよな。確かに。あ、これはこうね。ここじゃない。
これバレてんのかな。うん、来てるな、追ってきてる。ここめんどくさ。あ、D1 ダメだ。まあ、D1 がダメっていうことは、D1 のところに、ところの掲示板を見ろっていうことなんだと思うんだけど、まあ、とりあえず鍵をさ、おお、びっくりした。これほんとびっくりする。集中してる時だから。ないね。あ、すげえびっくりする。で、うわ怖え。なんかドキドキしてくる。あった。で、これで、これで D を全部確認して B2 ね。で、一旦この B2 を使いに行かないと2つ持てないからな。で、B2 はメモった。バレるときさ、うーって言うんだね。で、これはこう。うん。で、バレたらもう走ろう。から来る。逆に今自分が速い感じになってんだ。したらまた巻こう。巻く。で、これは眠くなるから絶対やべえ。で、来るかな。何の旗だろう。学校のあれ？なんて書いてる。ちょっと後でそういうの全部検証の時やります。来てる？見てないな。足跡が近いけど行くっきゃないか。ホール C、D は全部確認したから。あ、今罠を調べてなかった。罠を調べないと入るときに。開いてないところは罠ないのかな。一度行ったところは罠がある。一応調べるか。C2 だな、多分。C3 ね、C3 まだ見てない。うわっ、うわっ、これバレてっかな。 C3 ちゃんと確認しないと。これバレてんのかな。わかんないな。わからん。うわー、もうほら、もう設置されてるよ。やんだわ。いつ設置した？ここ多分あるっしょ、鍵。でもまだ言うてノーマルだから、そんなに。ないね、何？あ、ないね。ここないわ。ここないから、とりあえず、C OK。C を全部確認した。鍵以外ね。したら、次 A と B。
会議室調べるわ。会議室オッケー。ただ絶対でかしそう。あ、水下げてない。A1 があれね、多分鍵っていうかもうイコール数字の答え。あ、あったね。 D1 このまま行こう。この監視カメラ怪しいんだよな。走るとバレるからね。ぬわーってこれ走って使おう。わかった。あー、ここやばいな。一旦 D1 使って、すげえビビった今。超びっくりした今。今皆さんもびっくりしたと思う。後ろから来てると思ったよね。超びっくりした今。ノーダメージ狙ってたのに意外ときつかった。明日まで来たな。いる。泣いて約束するよ。怖え。いないよ。お仕置きしちゃうよ。いるな。下を探してればいいんだけど。ああ、マジか、難かった。 A3 まだだったよね。まあ多分 A3 は多分何もないと思うけど、探さないなら探さないで気持ち悪いから、ここも仕掛けてやがる。早すぎたんだ、腐ってやがる、早すぎたんだみたいな。多分ないね。やっぱ人をクラスっていうか、 A なら A1 個しかない。いや、ビビったな、あのあれ超びっくりした。もう張ってるよ。来たか。なんか真上にいるな。いやー、ここ危ない。先輩、オッケーオッケー。危ない。一旦 B1。 ここないね。一旦上まで行こう。ふぅ、あの一つさ、探してないとすげえ気持ち悪いから。ちょっと待って。やだ。やだよ。でここで迷っててくれ。俺は下まで行ったのか上まで行ったのか。
で、また B を下げる。バレた？バレてないよね。コンピューター室。多分ない。あと B とキッチンと食堂。これは回復系ね。多分ここはない。なんかわかんないけど、あ、ここにもあるね。あった。A1 を、うん、ちょっとあれやりに行こう、開けに行こう。で、あと B ね。いるな。 B か A にいるね。ここにいるな。どうしよう、待つか。ちょっと待つべきか。開けて、あと下。B を調べてない。ここにはいない。あ、多分あっち。反対側。ここ調べたっけ？調べてないな。あと B だけだと思うんだよ。ここにある。ここに、あ、ないか。いるんじゃないか。 B1 にいるんじゃないか。近いぞ。もう全部ここしゃがんでいかないといけないじゃん。あった。で C2。 そしたら今度は掲示板の数字を見るためにブレーカーを上げに行きます。で、数字をガンガン見ていく。最初にあんまり、逆に最初に明かりをつけるとバレちゃうんですよ。あ、いるんじゃない、これ。あ、真上にいる。これバレてやばい。で、これバレた。で、下げられるからね。来るよね。で、ガチャンって下げられたらやばい。あ、バレたね。ってなったらやばい。下まで下がろう。で、ホール B は B2。 明かりがついている段階で4。そしてこのまま上行こう。次 A だな。 A1 か、きついね。近いか。ここだよ。3。ただ今度反対側だけど、やばいな。いるんじゃないか。うわ、で、最後校長室のところね。で、 C2。
これ開けてすぐ入る。これ罠仕掛けてあんのかな。ないんだ。やっぱまだ開けてないからね。で2、あとはぶっちゃけゴリ押しでもいけるんだけど、まあそれすると時間かかっちゃうし何回も間違えちゃうからね。で来てそうな音がする。で最後 D1。 あ、真上にいる。真上か、すぐそこ。8。ということは2843で、ここで寝たらやばい。ここで何かバレてそうな気がするんだよな。来てそう。あと校長室2843です。今回はね、そこにいませんように。 OK、 多分あとを追ってきてるね。いないね。2843、あとは出口。逆から行こう。たぶん2階にいる。よっしゃ、帰る。帰るぞー。やったー。 OK、 もう行った。やべ、早く早く早く逃げて。やだよ。よしよしよし、 OK。 これで、おお、怖い。早く早く早く逃げる。あ、意外とそういうところ。あー、グロい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 。一瞬パンツみたいな。うわー、ちょっとグロいグロい。逃げて逃げて逃げる逃げる逃げる。いや、意外と反撃できたんじゃないか。おお。ああ、あなた脱出しました。はいと。ああ、行きましたね。まあ、とりあえずね、今回はこれで終わりたいと思います。では。